最高です。また来たいなって思います。満足です。いい色になりました。またお願いしたいです。大満足です。マイメンです。もう平野さんにしか任せられなくなりました。お前にサンド救えるか。お前好きすぎてもうやめて。止めろやめて。朝だな。朝だな。最強のルーキーがエミチ。オリジナルキャラです。ここに使われてます。喜んでる。めっちゃ上がりました。秋田県出身で上京してきて人生初めてのブリッジで、いいですね。バチェラみたいな。レストラン。レストラン色もできる。あとちょっとなんかおしゃれな感じ。いやいや、だいぶ違うよ。超いいじゃん。忘れてたんだけど、そこは大事なところです。じゃあ、7してありがとう。大阪ってつ面白いことつまんない方がいい。つまんない方がいい。大阪の。さっき電話したって。子供には東京出身って言わせたいから東京に住んでるよ。そう。山梨だから俺。山梨来たことある？美容師の鉄板の質問していいですか？はい、彼氏いますか？います。います？かわいいもん。何人？さすがに一人。あ、一人珍しい。渋谷じゃ結構珍しい。一人は。どんくらい付き合ってるんですか？5ヶ月ぐらい。あの最近？最近です。一番楽しいでしょ今。楽しいです。いいな。いっぱい付き合って、いっぱい経験して、そうすると何が起きるかっていうと、結婚するときに本当に大事な人を選ばなきゃいけないじゃん。なんかちょっと気づくんだよね。本当に結婚しようかなって思ったときに、うわ、これなんか昔付き合ってた唾液タイプだとか、まあ、これユートタイプだみたいな、ちょっとこれ時間経ったら危ないタイプかもみたいな。そう、それが経験が最後のその決断のときにめっちゃ役立つ。そうなんだ。いろんな人と付き合った方がいい。いろんな人と付き合うっていうか、なんかいろんな人を知るっていう。遊べってことじゃないです。経験しろってことです。時間を置きます。あのちゃん、ビーチオイブリーズ。はい。6% 止まり。はい。全然大丈夫。体じゃないからいい。あ、そっか。やっていきます。若干体がちょっとしみるかもしれない。痛すぎたり。すぐ決まったね。すごいさっき悩んでるって言って。決めるときめっちゃ早いんですよ。髪質もいいし。
ホワイトブロンドみたいな、気づいてくれないとかあるじゃないか、もちろん気づけないじゃん。その仕事行ってる側はホワイトボードにトイレ掃除したって書くんですよ。掃除した側がで帰ってきたらまっちゃんはトイレのとこ行ってめっちゃトイレ開いてめっちゃ綺麗みたいな感じでやれば相手喜ぶ。結局なんかそういうなんかありがとうって言ってもらいたいだけなんですよ。みんな楽しそうです。楽しそう。はい、私まで楽しい。ああよかった、嬉しい。絶対これ8から下全部外跳ねだけだ。オイルお花火大会もないじゃん、こっち。じゃあ私は旅立ちます。はい、ありがとうございます。似たままってとか言ったことある。あ、りょうちゃんカメラ回ると喋れなくなるから。本当に喋れない。よく使えたかなって。そうそう。何していくかみたいな考えると。会話が頭いいな。あとはね、ワックスの付け方とかで手がつけることがあるから。はい。初めて来ました、僕は。このタワーに。そんな感じしないんですけど。めちゃめちゃ役者応募してた。その小池さんの、まあ、接客ってあるんですけど、まあ、そこの優しく接してくれる感じがすごいなっていうのと、まあ、見ての通りスタイルが、まあ、自分自身のニーズに合ったというか、その自分の思い通りのスタイルになってすごい満足です。あ、そこにちょっとインスタ書いてあるんで、あ、よかったら、なんか DM 送ってください。はい、ありがとうございます。じゃあまた、はい、頑張ってください。楽しかったです。ありがとうございます。すごいいい色になりました。美味しい。こんなチョココロネみたいな髪型で返せないから安心する。絶対ミスター。知らないっすか。見てくださいやばいな。
昼間の。あ、やばい。で、ご機嫌よ、見てたら。そうそうそう。やばい、一つの差が燃えちゃったじゃん、なんか。わかるよ、なんだっけ。なんかさ、ヤンキー系の。なんだっけ。ヤンキー系のなんかの。いやー、出てこない。ヒットヒットヒット。ヒットヒットやばいよね。自分じゃないみたい。超嬉しい。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。緊張もしないでこんなに良くしてもらって嬉しかったです。バイバイ、またね。可愛い。あれよ。あ、すいません。ピンクすぎるってなると良くないんですけど、0時間残しつつ若干暖色用にしてあげたりとか素材を上げた方が似合います。よし、日本一かき混ぜる美容師よろしく。はい。シーカーおい。さっきのあのさ、あの面白いエピソードあるじゃん。なんだ面白くないけど。何死のうとした。本当に？ああれ。しかも理由が高校じ大学受験。大学受験が嫌すぎて雑用するんですよ。嫌すぎて。ガチじゃん。でもあの思ったことはなんだかなるなって。そう。人生なんだかなるなって。そういうこと。よかった。よかった、生きてて。生きてなら出会えてよかった。出会えてよかった。そこ。ね、出会えてよかった。私も出会えてよかった。生きてなかったら出会えないから。そう。すごい。ここに内巻き鮭がある。ほんと見えないぐらいいるんで、この内巻きがあるかないかだけで顔の、なんていうの、髪の毛がカツラっぽく見えないようにちょっとフィットさせてくれる髪になるんで、ちょっとここだけ少ない系でいいんで内巻きしてあげてください。はい、噛まなかったです。ギリギリでしたね。さすが。ありがとうございます。ですっていうことを相談させてもらうと、なんかいつもすごい詳しく分かりやすく教えてくださって、でお話も面白いし楽しくて、で仕上がりもいつも想像以上にいいものにしてくれるので、また来たいなって思います。お気をつけて。はい。
僕と流星 と、店長が専門家で一緒 で僕と店長が高校から一緒です。僕は全然畑違いです。よっすどうですか。え、6段目ですか。はい、ありがとうございます。いいよ。もうジャストネイルで染めてもらえるのでありがとうございます。ありがとうございます。うまいなぁ見えた方が絶対よ。間違いない。で、こちらの人は V4%これ取りますこの手段をどうぞ。ちょっと前よりも明るくさらに、はい、とはお任せです。 OK です。これより明るく、はい、入り口ベージュよりグレーの方が好きですか。そうです。いつも好きです。このピンクやばかった。やばいっしょ、あれマジで綺麗。なんで自分でライトナー作ったじゃないですか、さっきは。いじられキャラ。こぎ使われてます。いじられて喜んでる。喜んでない。人妻ですけど。やだ、もう本当に。いや、でも僕らジブリ大好きですよ。大好き。いや、本当に魔女の宅急便とか、あいい、ね、耳をすませばとか、猫の恩返し、そういうなんか結構純粋な千と千尋とか言うの、いいですね。ハマジーが好きな、手出したらしまいまでよりってやつします。こう言って手出したらしまいまでより、いや、わかる。ちょっと違う。心温まる。猫バス可愛いな。みーちゃんっていうシーンがいいよね。みーちゃんがいい、本当に。あそこが好き。マジでも怖いです。もののけ姫。もう、お前にサンが救えるか。お前好きすぎてもうやめて。扉やめて、朝だな、豚だ。ジブリ見るときは海外一人じゃないと泣いちゃう可能性あるから。何者なんですか、流星さんね。本当怖いですけど。いや、もう美容師だけでやっていく時代はマジ終わったんですよ。そのうちもう染めてくれなくなっちゃう。いやいや、もうマジで、なんか流星さんってなんか未来の人みたいな、本当に。本当未来の人。ドラえもんです。マジドラえもんだ。水色だし、今日。メロン。最近めっちゃ恐怖で大事にすることがあって、なんかその自分が想像できないこととか、自分がこれ嫌だなって思うことあえてするって。だからめっちゃ疲れてんのに、営業終わりにめっちゃ疲れてて11時くらい、うん、終電もうギリギリかもしれない、うん、で銀座行くとか、うん、絶対やりたくないじゃないですか、うん、でもあえてやるとめっちゃ思い出に残る、うん、やっぱ嫌なことしか人って記憶に残んない。高校サッカーの選手だった時にのなんか走ってたこととか、めちゃくちゃ大変だったことの方が覚えてます、うん、優勝したことより、まあ、そうだよね。だから最近なんかあえて自分追い込んでます。まあ、絶対歯磨きした後、絶対クッキー食べない方がいいのに、あえて食べて、お腹空いてないのに、もう一回歯磨くみたいな。それ朝起きたら、めっちゃ歯磨いたな、昨日みたいな。マジマジ。今さ、いい話で終わろうとしてる。そうそう。そんくらい細かいとこまでやってます。やります。一日がめっちゃ長く感じる。もう歯を磨いたのに、なんでまたもう歯磨くんだよ。時間を置きますよ。はい。すごい高い。ナイス。いけたかな。いいですね。もうちょっと置いたらね。なんか灰色味があるけど、ちょっと透け感がある感じ。はい、こんな感じになれば、はい、了解しました。もっとこう出てきたりするので、はい、ちょっと待ってください。僕の専属、一番1000万円の時のアシスタントです。
してスーッこれうんでスーッよし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 ベースカットでさ、ある程度の形作りたいと思うから顔周りだけ動かすか動かさないかしかも顔に沿わしちゃっても可愛いと思うあ、そうなんだいきますね、待ってくださいいい理想の髪型とか髪色にしてもらってもう平野さんにしか任せられなくなりましたいつもありがとうございますありがとうございますありがとうねありがとうございますまたお待ちしてますそうもっとクールでしょ担当してくれてありがとうございますお店も楽しい雰囲気なので楽しく買えるし髪色も可愛くしてくれるので最高ですバイバーイありがとうございます反則ね全然の終わりの香りがしてきた匂いがする全然の香りがねかわいすぎちょっとかわいすぎ色もね、超綺麗だやばいインナーのね、オレンジもねできるだけ残留しないようにしたからねはいそんなに次のカラーしてしまいますはい、ありがとうございますえ、今の間に合うかはい、全然、あー、最高ちょっと、ちょっと、ちょっとでもうちょっと静かな雰囲気のところにいたのでここまで楽しくお話ができてなおかつ仕上がりもすごく良くてもう久しぶりに美容院に来てテンションが上がりましたありがとうございます頑張ってね学校はいありがとうございますありがとうございましたレモンやいやマジ可愛いよ食べるぞ、ね、次で
ですねみたいな、ソーシャルディスタンスですねって言われて、バチバチ綺麗、バチカワ、マジマ、全然違うよそこだと。暗いからね。初めて来たとは覚えないぐらいフレンドリーですごく楽しかったです。エミさんも最初ちょっと怖い人かなと思ったんですけど、全然優しい人で盛り上がって、髪も可愛くて大満足です。マイメンです。いつも最高なカラーにしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。リンカの冒頭ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。すっきりしました。ありがとうございます。